おはようございます。おはようございます。今どこに行くの？今日は昭和台に行きます。今日は39週の検診です。39週と今日が2日目2日目です。です。わー。今日は昭和台に行った後、有明にまだ歩きに行くだけなんですけど、なぜかここまで化粧をしてしまいました。かわいいですね。なんかここまでする気なかったんですけど、なんかいろいろファンデーションをいっぱいつけちゃったから、いろいろしちゃってました。そうですか。もうマスカラまで塗っちゃいました。よかったですね。マスカラまで塗っちゃうともうフルメイクですね。綺麗ですね。ありがとうございます。みー、うん、自分も写していいよ。あ、許可いただきました。許可制です。許可制です。今日は予定日前の最後の検診ですね。なんて言われるんですかね。まあまあ全然ですねって言われると思います。うわ、空いてる感じは全くしません。何も進行してないと思ってるんですけど、病院に行ったらどう言われるか楽しみですね。で、内診終わったら、検診終わったらまたちょっと歩きに出ます。はい、1週間後に来てくださいって言われそう。1週間後に行くかもしれません。今日生まれることはなさそうです。バイバイ。バイバイ。検査終わりましたね。検査終わりました。まだ開いてないって言われました。まだまだですね。今バンジーが動いてますか？膀胱を刺激して、あ、下がってきてるんですね。キューってなってます。だからこんな顔が、渋い顔してます。いつ生まれるんですかね、バンジーさん。バンジー会いたいですね。41週までは誘発しないって。あ、20日にの検診で誘発をの日に行って決めるらしいんで。陣痛来ないですね。過ぎそうだね。来ない。過ぎそうかな。あと5日ですね、予定日まで。そうですね。次はだから5日後に病院ですね。そうか。緊急報告。病院の後、緊急報告。どこに行ってるんですか？天気がいいのでお出かけしようっていう案がヒョンさんから上がりまして。お出かけ、お出かけ。緊急で着替えて今日は江ノ島にこれから行こうと思います。まーす。パチ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 。2人でおめかしして、ちょっと、うわ、ちょっと春っぽい。今日は暖かいからね。なんかもう冬じゃないですね、うん、急に。さっき暑かったから着替えて、お出かけ用に着替えて出かけます。出かけちゃいます。緊急報告です。そうです、緊急報告です。江ノ島じゃなくて新宿御苑にします。江ノ島に見ます。無計画すぎて何回も変わる。スケートしに来ました。イエーイ。御苑に行きます。行きます。はい、新宿御苑に着きました。これから入ろうと思います。あ、いろんな花が見えるみたいですね。なんか
に入りましょう。共演楽しい。あっちはなんか花咲いてるよ。花の咲いてる方に行くみたいです。風が強いね。見てよ、ほい、あー、花、花で花が咲いてます。近づけてる。はい、撮ってくれたの。綺麗やん。ぽいことしてください。動画、うん、いやいや、もう綺麗に花を掴んだり、綺麗に花を掴んだり難しいね。かわいい。いいね、でも見れてよかったね。ね、新宿のなんか団子屋さん行ってみる。見る。なんか有名なところは。団子大好き兄さん。団子大好きです。公園どう？風が強くてこうなりそうです。かわいい。飛ばされるように見えないよね、一番。一番ずっしりしてる。ちゃんと安定してる。ドシドシしてる。ちゃんと押して。団子食べに行きます。団子食べに行きます。緑の、うわー、あ、これめっちゃ綺麗。これ桜じゃない？
団子美味しかったです。ヒョンさんめっちゃこぼしました。美味しかったね。終わりました。